開催の行方に関心が高まっている夏の東京オリンピックについてです。 IOC 国際オリンピック委員会の理事会が4日も行われ、バッハ会長は理事会の中で開催の中止や延期については言及がなかったことを明かしました。I can tell you that today in the meeting of the executive board, neither the word cancellation nor the word postponement was even mentioned. Again, I will not add fuel to the flame of speculation by giving a date here, giving a date dot, and fueling more speculations. 理事会後に会見したバッハ会長は、改めて予定通りの開催を強調しました。ただ、開催するかどうかを最終的に判断する時期や開催条件については言及を避けました。一方、4日の理事会では大会組織委員会の森会長と武藤事務総長がテレビ会議で参加し、新型コロナウイルスへの対策状況について説明しました。時間も割いてそのお話をしましたところ、大変心強いということでありました。7月24日開会を我々はもう確信しているということを強く言ってました。また森会長は、中止は全く考えていないが、日々変わっていく情勢を見ながら柔軟に対応していきたいなどと話しました。